おはようございます、1日1分社長のネタ帳、本日はご縁ということでお伝えしたいと思います。昨日は、初めての小岩開催のセミナーでした。地元の方々の、ご尽力により満員御礼というか定員オーバーで無事、開催することができました。毎回の、セミナー冒頭で私はそのご縁というお話をさせていただくんですが、昨日はその話ができませんでした。ここでお話したいと思います。袖すり合うをもご縁とするという言葉がありますが、まあ、この語源についてお話しました。話します。徳川家の、剣術の指南役である柳生家の家訓と言われています。小さな才、小才は縁にあっても縁に気づかず、仲裁は縁にあっても縁を生かさず、大裁は袖すり合うをもご縁とするというのが、まあ、語源と言われております。皆さんもこの袖すり合うご縁を大切にしていらっしゃるでしょうか。